F-3 はアメリカ海軍の潜水艦 F9 潜水艦の3番艦当初の艦名はピカーレルとしてワシントン州シアトルのモーガンブラザース社で寄港した1911年11月17日に F-3 と改名1912年1月6日に MF バッカス夫人によって浸水し1912年8月5日に ケーヘロン商位の指揮下収益した。F-3 はピュージェットサウンド海域で海上公務を完了し、1912年10月15日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着、太平洋水雷小艦隊第一潜水艦部隊に合流した。小艦隊はカリフォルニア州沿岸で活動し、演習及び潜水艦船の技術開発を行い、 1914年8月から1915年11月にかけてハワイ諸島において同様の活動を行った。1916年3月15日にメアアイランドで限定収益状態に置かれ、1917年6月13日に通常状態に復帰した。新任の上院を訓練した後、F-3 はカリフォルニア州サンペドロを拠点とする。 太平洋艦隊沿岸水雷部隊に配属された。水上及び水中での通常作戦活動に従事し、潜水艦学校の生徒に訓練を行う。1917年12月17日、高校中に F-1 と衝突事故を起こし、F-1 は左舷が機関室まで避け、10秒ほどで沈んだ。F-3 は活動中の両艦とともに、 F-1 の乗員を救助したが、19名が死亡した。F-3 は、艦首のキャップに亀裂が入り、メアアイランド海軍造船所で修理を受けた。その後民間の映画会社と協力して、水中写真の撮影実験を行う。1919年から1921年まで F-3 は、訓練艦として、サンペドロを拠点として活動した。 1922年3月15日に F-3 は退役し、1922年8月17日に売却された。ありがとうございます。